どうも、ヨウムです。思ったほど切れないみたいです。白玉楼って言いづらくないですか？お化け屋敷って怖いですよね。最近ちょっと太ってしまいました。服が少しきついというか、着れるものなどあんまりな、今の忘れてください。庭師って自分でも何なのか分かりません。ヨウムです。というかむしろヨウムインです。ヨウムインというか、あ、ヨウムインした。あ、今の忘れてください。私が着てる服ってそんなに小学生のピアノ発表会チックですか？ルミアとかのコール、いや、今の忘れてください。うわ、真っ暗。料理が苦手です。包丁がうまく扱えません。肉とか野菜とか切れるものがあんまりない。今の忘れてください。リー様ってすごいですよね。初めて見た時にはびっくりしました。こう、なんていうか、うわ、センスで、あー、今の忘れて。全体的に忘れてください。むしろ忘れてください。どうも、ヨウムです。あ、覚えていてくださったんですか？嬉しいってダメですよ。忘れてください。ヨウムです。相変わらず庭師です。このままだと剣を手放してでも高枝切りバサミが欲しいです。今のを忘れてください。西行あやかしってすごい名前ですよね。何なんでしょうね、これ。シグマに聞いてみたら、なになに、最強あたいって、今の忘れてあげてください。ミョンって言葉、そんなに変ですか？どうすればいいでしょう。あ、流行らせてみるのはどうでしょう。今の忘れてほしい、ミョン。うわぁ、今の忘れてください。この間ちょっと太ってきたかなって気づいてショックだったんですけど、よく見たら、あの胸のあたりがそのね、だったんですよ。だったんですけど、なぜか経緯になかったことにされました。今の忘れたくないけど忘れてください。ユイ様ってすごいですよね。何がすごいって、多分あの方4本足のものなら椅子とかでも食べちゃいそう。今のを忘れてください。本当にユイ様ってすごいですよね。正直あんな桜咲かせなくても頭の中は常に満開。今のを忘れてください。それにしてもユイ様ってすごいですよね。って、あ、ゆいこ様、もしかして聞いてらしたんですか？いや、嘘ですから、冗談ですから、本当。いや、本当。いやいや、今の忘れてくだ、出ていけ。そんな、ヨウムです。
私今ホームです。